こんにちは、竹川喜です。ホンダの CRX のコマーシャルでもおなじみのサロンミュージックの曲 Spending Silent Night でスタートした今日のホンダ Live in 84、今日はマルチレコーディングを駆使して常に新しいサウンド作りをしている2つのグループに来ていただきました。一つは今お聴きいただいたサロンミュージック、もう一つは井上明さんです。どちらにしても今日のために数十時間を費やしてですね、マルチレコーディングを重ねてくれました。その成果をたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。1月も1週間過ぎてもうそろそろお正月気分とももうさよならしたんではないかと思いますが、今日はですね、この東京の高層ビルのですね、31階から外などを見てみますと非常に澄み渡ってですね、晴れてなんか非常にいい天気だなという感じがするんですが、外を出るとまだまだ寒いという感じでして、なんと富士五湖の一つ小児湖がですね、3年ぶりに全面的に氷になってしまったと。なんかもうすぐなんかワカサギ釣りはですねスケートもできるというなんかそういう感じなんですが、ともかくまだまだ寒い1月という感じですが、それではその寒い1月の日曜日の午後のひととき、今話題の一番新しいサウンドでお楽しみください。では今もCM で聞いていただきましたが、サロンミュージックのお二人です。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。まず自己紹介をキーボード、ボーカル、作詞作曲などなどの竹中ひとみです。ギター、ボーカル、作詞作曲などなどの吉田仁です。まるで同じような人たちが素晴らしい。メンバーは2人なんです、2人で、男性と女性という形で素晴らしいですね。サロンミュージックはともかくなんか日本よりもまずイギリスの方で注目されたという、そういう形をちょっと聞いたんですが、その辺は初めて2人でずっとテープ撮ってたんですけども、初めて第三者に聞かせたのがたまたまイギリス人だったんですよね。あ、外国の人だったんですか。そうです。それでなんか向こうの 若い人たちが集まるクラブとかでなんか受けたみたいで、そっからサウンズシっていう、雑誌のジャパニーズポップチャートというのでジャパニーズポップチャートっていうのが1位になってまして、まだその時はレコードになってない。なってないです。あとで僕たちもねその人からの国際電話で知ったんですけれども、それで後にその曲がイギリスのフォノグラムから発売された日本のバンドのコンピレーションアルバムなんですけども、その中に入ってでシングルカットされたという。あ、素晴らしいな。じゃあそれをまず聞かせていただきたいと思います。じゃあ Hunting on Paris。What's a girl? What's a girl? What's a girl?
ハンティング・オン・パリスを聴いていただきまして、今かかってるのがデュエットに夢中という曲ですね。これはレコードを今聴いていただいてるわけなんですけど、 その前の、パリスの方は新しくやっぱりスタジオで撮ってもらったわけでしょ。そうです、ね、そうするとどうなんだろう、実際のレコードだったやつとこう新しく演奏するやつとやっぱサウンドも変われば何もかも変わると思うんだけど、アレンジなんかはやっぱ随分変わってるんですか。ええ、変わってると思います。それは意識的に、それとも偶然的に。半分意識で半分やっぱ偶然の要素も多くというね。っていうことはやっぱりレコードを作ってみて、それでその後になんかこうこれが足りないとこだとかなんとかっていうのはやっぱり気になります。足りないとかそういうんじゃなくて、やっぱり今回のは何しろライブっていう形だから、うん、そう、なるだけライブに、リラックスした雰囲気とか、うん、そういうのをかなり入れたつもりなんですよね。あ、そうなんだ。楽しいものって言えば楽しいもの、ね、そうだよね、その辺の感じっていうのはやっぱり考えながら。そうですね、それでバックも、うん、6人手伝ってもらったんですけれども、20歳が3人いるという、なかなかフレッシュ、若々しいという、若々しいですよね。なるほど。レコード作るときにサウンドっていうのはやっぱ気にします。そうですね、サウンドを気にするか、それとも雰囲気を気にするか、まあ同じって言えば同じかもしれないけど、まあ結局はその両方になっちゃうと思うんですけれども、うん、とにかくイメージをなんか大事にしたいというか、聞く人のイメージがなんか投入され、ね、できるようなサウンドみたいな、こっちから無理やりイメージのあれじゃなくて押し付けることはないよ、うんうん、なるだけその中に入ってこられるようなっていうことです。わかりました。じゃあその辺のなんか感じをやっぱり聞いていただきながら次の曲を聞いていただきたいと思うんですが、はい、Dean of Love。
聞きながらね、いろんな話をしてたんですけど、なんか最初にイギリスでレコード出たのが1982年の3月で、はい、で日本でレコードが出たのは去年の7月そうですね、7月にシングル版で、それで10月に LP と、LP です。要するにまだ活動を始めたばっかりという形なわけですよね。 そこでやはり今年の目標とかですね。そうですね、今までライブっていうものはほとんどやったことなかったんですけども、うん、今年ぐらいから、ね、ライブも何らかの形で ね、まあ、ショーみたいな形でやりたいなと思ってるんですけど、ライブ聞きたいもんね。でも今回のでもライブ風の録音っていうのでだいぶ自信ついたんじゃないですか。そうですね、ね、それがいい機会になればいいなと思うし、曲作りもね、次のアルバムのためのそろそろもう書き始めようかなと思ってるんですけど、いつ頃だろう次の LP っていうのは。まだ分かんない、分かんない。スローですから2人とも、うん、いや遅れるのは私たちもいつも遅れますからそれは分かるんですが、あとやっぱり音楽以外のなんか興味あることがあったら何でも首を突っ込みたいなと、うん、何でもやりたい、 いやそういう感じしてるもんね、なんかね雰囲気が。いやともかく全ての方向性に期待をしながらですね、はい、それじゃあ最後の曲を聴いてみたいんですが、はい、マスドータ
今日も。何を見てるの？なぜかとても。どこに行くの？だから君を。あなたは誰？君をさらって。だから CRX、 あなたとクルージン、スターダストに送られて。に乗ったら友達が恋人になった。二人の FF ライトウェイトスポーツ、ホンダバラードスポーツ CRX、 ホンダベルノから二人の自由のために。